すごいね、この噴水。亀さんがいるよ。亀、あ、なんか結構水飛んでくんねんな、これ。1888年って書いてますね。あの、ご覧の通り、ものすごく天気はいいんですけど、結構あの、風が冷たいです。亀さんが上に向かって水出して、で上から下に向かって、なんかライオンみたいなおっさんが水出してるな。うわすげえこれ、ほらめっちゃなあ、ミストやんこれ。じゃあかんって、これこっち来たら、こっちすごいわ。こっち来い、こっち来い、これ。あ、なるほどなるほど、風の向きによって、あの、今こっち側は全然な、全然水来ないから、風の向きやな、これ。そうそう、そうそう、風が吹いてるね。うん。うわ、すげえ。これ僕らの泊まったホテルですね。これね。これの、1、2、3階の向こうの方かな。この辺りの多分部屋に僕ら泊まったと思います。なかなかいいホテルでした。115フラン。まあ、1万2、3000円。なんか買い取るよ。これなんだこれ。パテックフィリップ。あ、時計のメーカーですね。あ、なるほど。時計の各メーカーが多分お金出して。これなんだろうこれ。水飲めませんって書いてるのかな。これなんだろう、セリタって。これがコルなんとかなんたら。あっちにも書いてる。あ、はいはいはい。だから。お、ルイ・ヴィトン。なんかパリっぽい、フランスっぽいですね、なんとなく。こっちはこれなんだ、これやった、ブライトリング来ました。クロノグラフのブライトリングですね。ね、大阪の心斎橋にもあるカルチェですね。カルチェ、あー、なるほど。あ、うん、まあ別にそんななんか汚い水でもなさそうやけどね、これ。いや、飲んだらあかんぞ、ここは。飲んでない。これなんだろう、これ。これも時計のメーカーかなんかかな。ヴィンセント・ベラド。ヴィンセント・ベラド。いろんなメーカーが。ティソー。これ要はあの、スイスの鉄道の時計とかね、ティソーは扱ってますけど。あ、これさっきマーティーだとか、セルタ。これね、セリタ。っていうような、ホテル前の、ロータリーの真ん中の噴水でした。なかなか、かっこいい、これね。なんかこう細部を見たら多分めちゃめちゃ面白いんですけど、おうちごっこ？こっち側がいわゆる旧市街というか以前の形の羅生土本で、この通り挟んでこっち側ですね。でこっちの右側が1700年代の火事で焼けて新しく5番の名城に通りが整備された羅生土本らしいです。方角的に言うとこっちが北側で、こっちが南側らしくて、でこっち の、 あの北側の方にある、ちょっとまあこの建物とかは違うと思うんですけど、もっと奥の方に入った新しい羅生土本はできるだけ光を取り入れる、最大限に取り入れられるように採光窓とか、あとは建物の建て方とかね、非常に工夫して、まあ、それがユネスコの世界遺産に、認定されたそうです。それがね2009年らしいんで、まあ、もう10年近く経つようですね。